大阪ラビッツは大阪府を拠点にする日本の女子ハンドボールチーム。一般社団法人大阪女子ハンドボールクラブが運営しているクラブチームである。日本ハンドボールリーグ加盟。参加チームとして小学生チームの大阪ラビッツ未来がある。チーム名はラブとラビットが由来。大阪ラビッツが正式名であり、大阪ラビッツは語気である。チームカラーはジャッマヨリカ。 マスコットはウサギをモチーフにしたラビーちゃん。お笑い芸人とのトークショーに出演するなど、積極的に PR 活動をしている。大阪府には四天王寺高校や大阪大学、大学などインターハイインターカレッジの常連競合校が多く、ありながらハンドボールのトップリーグである日本ハンドボールリーグのチームが2000年に撤退した大和銀行以来十数年間なかった。 現在、JHL で活動する男子チームの枠流れオリックも1969年の設立当初は大阪府を拠点にしていたが、1974年に広島県へ本拠を移している。活動資金を地元企業などから募り、地域密着に努めている。2018年8月現在では35社がスポンサーとなっている。 選手は全員これらスポンサーの企業に勤務しており、最も多くの選手が勤務しているのがトラスコ、中山である。2016年、大阪ラビッツとして創設。ソニーセミコンダクタマニファクチャリングからベテラン、田中峰子、義間春香、古川舞子、川崎美穂が加入したほか、社会人リーグ優勝チームである、香川銀行から地元、大阪出身の中久保博美が加入した。 創設後は、ジャパンオープンに参加し、準決勝まで進んだが、香川銀行に22対26で敗戦。3位決定戦では、那覇西クラブに37対16で勝利した。同大会で活躍していた、市川さえが3度目の人体損傷を理由に、2017年2月15日に、退団した。2017から18年シーズンから、日本ハンドボールリーグに参戦。 2012年から参戦した日田鉱山ブラックブルーズ、岐阜以来となる。2017年8月26日にウィングアリーナ、カリアで行われた HC 名古屋との開幕戦は19対24で敗れた。その後は連敗が続いたが、第5週9月24日のプレステージインターナショナルアランマーレ戦で初勝利を挙げた。しかし、 10月下旬までにコートプレイヤーの水田有沙、森裕樹、岩佐のぞみ、小上美穂、川崎美穂が故障を等で離脱。離脱者属質の緊急事態のため、10月28日に元、日本代表の藤井潮と四天王寺高校、在学中の平田穂香が加入した。その後は、田中美穂子がリーグ8位の得点、義魔遥香が同級位の得点を記録するも、 チームは5勝にとどまり、日本リーグ3戦初年度は8位に終わった。2018から19年シーズンは、東院横浜大学の西、宮尾里奈と東海大学の三原彩乃が加入。水田アリサがリーグ4位の得点を挙げるなどの活躍を見せたが、前年度と同じ8位でシーズンを終えた。同シーズン限りで、水田アリサと中久保博美が対談。 2019から20年シーズンは、飛騨鉱山ブラックブルズ岐阜から菊池やサミが移籍した、ほか、日本女子体育大学から東間和子が加入した。赤字は再開。ありがとうございます。